すっごい飛んでた。探索発進。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はサンダーバード2号&救助メカの27号を組み立てます。さあこちらもちら、わお、めっちゃすごい、今回すごいですね。いっぱい入ってる。わあ、やりがいがありそうな号となっております。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのサンダーバード2号&救助メカの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。すごいいっぱい入ってる。そしてチャンネル登録、いいね評価、大丈夫大丈夫、チャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。よいしょ、わわわわ、大地震って感じ。はい、それではなんかいろんなところに散らばっちゃったけどわかんないからこのまま行きます。はい、頑張っていきます。しょい。じゃあまずは、はい、いっぱいデコレーションがいっぱい、前回までの組み立てているこれですね。これくっついたかな、くっついてるね。こちらにですね、まず白、これだね。これを並べていこうと思います。これがここ、この台形のやつがここ、それから銀色のこのレンガみたいなやつがここ、それからん？あ、いた、かくれんぼしてた、この下になってました。これですね、ここ、それからこれ丸いのがここ、それともう一個これのちっちゃいバージョンがここあった、隠れてた、これですね。これが、うん、ここ。それと、このなんだか、ボタンがいっぱい、制御装置みたいなやつ。あ、ここ。仲間入りしましたね。それと、これですね。コンテナ内壁デコレーション15、名前は何だろうね。なんかね、ちょっと坂道になってる、こっちが太い、これがこう向きある、ある、このピン、このピンが入らないといけないからここですね。で、これをどこにしつけるのかな？この3つのうちどこかと思う。この3つのうちどこかじゃなくて、一番近いここでした。はい。それと、これまた難しそうなやつ。これがここ、
入んないんじゃない？あ、入った。これもう接着なしでいいや。それとパーツに左右はありませんということで、ピッで、このすのこ板みたいなやつが段差がある方が下向きですよ。段差？あ、これか。段差があるのを下向きにして、おっと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 、これが真ん中、一番端っこと、あ、なんかロボットの顔みたいなクマさんにも見える。これが真ん中だね。真ん中にピッ乗せるだけで、これかな。これの段差があるのを下にして、ここ、これで完成です。 OK。 はい、じゃあ点付けでつけていこうと思います。ここに出そうか。出してこっちから行こう。ちょんちょん、はい、乗せるだけ。パーツは簡単です。こっち、あー失礼しました。お邪魔しました。ちょんちょんとして、お隣にお邪魔することもあるんだね。よし。で、このまますっと、すっといって、すっと、OK。簡単なやつは簡単なんだけど、難しいやつが本当に難しいんだよね。タイルいきます。ピト、これ難しいやつだ。あとにしよう。このクマさんは簡単。このはめるタイプじゃなくて、このタイプにしてくれたらいいのに。はまるタイプに。これもだってさ、あ、これははめるタイプだ。できるかな？あ、やばいかも。あ、これ難しかった。まさか。入ったー。これもね、これ難しいタイプ。こっちにつけた方がいいかな。なんかね、湾曲になってる。大丈夫かな。うん、大丈夫。これはつけた？これはギュってやって終わったんだ。あとはこれをガチャッとして、うん、失敗？あ、オッケーオッケー。スリスリ、これどうかな。あ、入った。これでいいや。あとここ、あ、今回すんなりいきそう。ラスト、これパッチ、おー取れた。この辺塗って、よし、
ラストです。いったー。でも今バチンっていったらこれがパラっていったけど、これくっつかんね。まあでも時間置いたらくっつくでしょう。合ってるよね。いや合ってる、絶対合ってる。これしかありえないから大丈夫。よし、じゃあ全部くっついたかな。 OK。 じゃあこれでこっちの右側の壁と左側の壁が完成しました。すごい、かっこいい。めっちゃ頭良くないと使いこなせなさそうな感じここら辺一緒だったんだね、こうやって見ると。これもなんか対角線で一緒だし、これも一緒だし、なんか大体一緒だったみたい。はい、じゃあこれをまたいつかここにくっつけると思いますので、それまで保管しておきます。じゃあ次ね、じゃーん、シャシーだけ組み立ててる鉄の爪タンクさんを作っていきます。なんか赤いカラーでおしゃれ、インターナショナルレスキューって書いてあります。じゃあまずはこのリアエンドパネルの右側のここ、なんかこれはどんどんディテールをくっつけていく感じっぽいですね。じゃあ切っていこうか。すごい親切にね、大きく L と R って書いてありますね。一個ずついこう。 LR を取り付けるのが先だから、こっちが R。 はい、じゃあこれを接着かな、書いてないんだけど、ここにこう入れる感じだね。ここに入れます。よし、こうですね。じゃあ反対も入れます。こっち向きで、よいしょ。はい、両方入れました。顔っぽい、これも次にマフラーを取り付けます。これなんだけど、綺麗に切ってねって書いてある。よし、んで、お、合ってるね。ここに2つ、こうやって取り付けて、すごい目ん玉が飛び出てる。そしたらこれを裏返してここに取り付けます。このピンをこの穴入れたらいいよね。 OK、 あ、できた。でフロントヒンジをこのままこう、接着じゃないの？なんか落ちるんだけど。あ、接着って全然書いてない。
着しよう。いいよね、接着してライブじゃないから誰も教えてくれない。お、こうして、で間違ってた時怖いよね。そしたらメインボディの横に、この穴に黒いのを取り付ける。これだ。これに足をかけて登るんだ。車のステップだね。だから背が高いんだ、これは。こっち向きでいいよね。これもスポスポだけど。いいよ。これはぐさっと入りました。よし、できた。次にここね、この2つはこれをはめるみたい。これは何だろうか。シリンダーだって。シリンダーを根元から押すようにパチッとはまるように押し込みます。これは稼働するので接着しないでね。っていうことは他のはやっぱ接着しないといけなかったんだ。で、あ、わかった。この穴にこれを刺すんだ。両方穴があって裏表。こっちに刺すんだ。はいはいはい。すごい飛んでた。めっちゃ飛んでた。はい、結構ねすんなり探したら出てきました。床に落ちてました。でちょっとこれ入れるの大変。またピンセットで挟むと飛んでいきそうなので頑張ってみます。こうやって横にして持って、これ結構苦戦するんじゃない？入らんぞ。ん？どうやるの？メインボディ穴に両側からはまるようにします。あ、なんかピンセット中に入れてない？これ、ピンセットで挟むんじゃなくて、ピンセットを中に入れてた？これでやってみる？いやー怖いな。え、どうやるんだろう。片っぽ入れてとか？無理やり？どうやるんだろう。難しい。逆から入れるとかじゃないよね。これ多分動くんだよね、後で。いやいや全然入らない。こっちなら入る。いや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 、どうすんだろう。これ広げる？ここで広げる。だって大きさ的にさ全然入りそうにないんだけど。うん、無理。どっちかが何かが折れそう。なんかコツがあるのかな。ここ削るとか。ちょっとこっちやってみようか。これをこの中に入れて、これを広げつつ、入る？入りそうにないよ。大きさこんなだもん。
上から直角で入れるとか垂直に。うん。わあ、わからない。どうやるのこれ。あ、いやいやいや。どうやるんだろう。ちょっとこれやめて、こっちやります。アームマウント。これ3つをここに接着。これはきっと前後の向きなしでピッ。わ、なんかスカスカだな。こんなんで大丈夫かな。最後のは OK。これはいいと思う。ちょっとこれがどうしようかな。入る気がしない。入る気配もない。ライブでやる？ライブで教えてもらいながらやる？いやー、わからん。はあ、初めての挫折。できぬまま終わる。ちょっとこれ宿題、明日ライブだけん聞いてみようか。はい、じゃあちょっとこれ宿題で終わります。できない、全然できそうにないということで、途中で、まあ、あのこれ途中でも、これちょっと汚れてる、これを、まあ、つけるとかそういう工程がまだまだあるので、その時にやろうと思います。はい、じゃあ今回の27号はなんか中途半端になっちゃいましたけど、これで一旦ちょっと中断します。最後まで見てくれてありがとうございます。探索では週に2回模型作りの生配信をやっています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。これも聞こうかな。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それでは次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。